外部業務、学校業務と、まあ、分ければありますけれども、やはり、一番大きいのは僕は、家庭教育だと思いますけどね、それはやっぱり親自身がきちんと自立してないとね、子供も育てられないですから、そういう意味で、どっちが先かという話になっちゃいますが、私はそういう考えを前提にして社会や国家の仕組みをそれぞれの人たちが活動しやすい、能力を発揮しやすい仕組みを作っていくと、と同時に自由な行動でありますけれども、社会の大勢の人が集まった社会ですから、当然その社会全体のセーフティーネットというものを考えるということも、自立社会と同時にそれがないと全くのイコール競争社会、万能という話になっちゃいますので、大きな多くの社会で多くの人をセーフティーネットで支えながら、個人の努力と能力によって自立した個人の活動が営まれていくということを非常に抽象的ですが、そう思います。それはやっぱり、どっちが先ということはあるけど、現実味ではやっぱり教育なんですかね。人づくりというのか教育というのか、そこから、一歩から始めるということでしょうかね。はい、今共同通信と G 通信の速報が入りまして、小沢代表は、元代表は記者会見で菅首相から裁判が済むまで党を離れてくれないかという速報がこの場で入りました。お知らせします。無意味な報告です。江川さん。フリーランスの江川と申します。政策の話でなくて非常に恐縮なんですが、先日私は石川さんたちの裁判の初公判、そして第2回公判を傍聴してきました。でそこで検察側がですね、冒頭陳述の中で、その背景事情として、その日産建設との関係をいろいろ述べて、日産建設のとの関係をいろいろ述べて、伊沢ダム建設に関連したそのお金が、あったということを言っておりました。でそこでお尋ねしたいんですけれども、まず伊沢ダムについてですね、日産建設から何か信条を受けたことがあるかどうか、そしてその前後に1億円の献金をいただくというような話はあったのかどうか、あるいはそれ以外にこの日産建設との関係はどういうものだったのかということ。水谷建設との関係、申し上げたのは全部、そう、伊沢ダムに対して陳情があったか、献金があったか、あるいはそのダムとは全く関係なくですね、水谷建設とはどういうご関係だったのかということを、可能な限り教えてください。今の挙げられた事実は全くないと思います。それから私はゼネコンであれ、企業であれ、そういう企業のいわゆる事業に関連して、経営者やオーナーと会うということは全くありません。はい、じゃあ奈良尾さん。ニコ動画の奈良です。よろしくお願いします。視聴者の質問を代読させていただきます。前回は議会制民主主義についてお伺いしたいんですが、今回は選挙についてお伺いしたいと思います。4月に行われる統一地方選なんですが、現政権にとってどのようなまず意味合いを持つのかお聞きしたいというのが第一点でございます。それとですね、また統一地方選にあたっての小沢さんご自身の行動計画的なものがもしございましたらという点ですね。また最後に小沢さん
であればこそぜひお伺いしたいのですが、まあ、冒頭も名古屋市長選について、あの河村市長について、お言葉ありましたけど、多少重なるかもしれませんが、民主党がですね、統一地方選を制するためには何が必要だとお考えになりますでしょうか。今の最初の質問については、選挙というものをどう見るか、どう位置づけるかということによって、全く違うと思います。選挙なんか、まあ、最初のことやと思えば、さて、他の選挙かという話になっちゃいます。私の場合は、民主主義社のシステムを取る以上、民主主義社会では、選挙というのは、最も基本的なものであり、最も大事なものだと思っております。なぜならば、主権者である国民が自らの意思を表明するのは選挙しかないわけです。ですから、この選挙を重んじるということは、民主主義そのものに対する僕は報道だと思っておりまして、この点についても、自分のテレビの皆さんと意見が食い違っておりますけれども、ですから私は非常に大事なものだと思って、従来からも取り組んでいております。それで、したがって地方選挙もまさに直接地域の人たちとの行政を預かったり議会を預かったりする人たちの選挙です。ですからより具体的より密接な住民との主権者との関わり合いがありますので、その意味ではいわゆる全国規模の政党としても非常に大事なものであり、本来の政党の基盤はその上に立っていくものであろうというふうに思いますので、大変大事だと思います。最後にどうすればということになりますが、それはもうさっき の, 名古屋と愛知のことを本当に申し上げた通り、やはり一般国民の皆さんの心を的確に捉える日常活動と政策を打ち出していくということに私はつけると思います。